ザ・ダイバーは2000年に公開されたアメリカ映画。アメリカ海軍史上アフリカ系国人として初めてマスターダイバーの称号を得た潜水士である実在の人物カール・ブラシアの反省を周囲の人物との友情と共に描く。第二次世界大戦終結後の1940年代末期、海軍に志願し入隊したカールは泳ぎのうまさを見込まれ、 当時の黒人水兵としては、異例の甲板兵に抜擢される。そんな中、カールの乗った艦艇に着陸しようとしたヘリコプターが、海に墜落する事故が発生し、潜水士のビリーらが乗組員の救出に乗り出すが、その途中のアクシデントでビリーは肺にダメージを受けてしまい、一命は取り留めたものの、潜水士としてのキャリアは断たれてしまう。 この救出劇に感動を覚えたカールは潜水士を目指すようになるが、当時は白人兵士か養成所への入所が認められていなかった。そこで彼は2年かけて100通にも及ぶ単願書を提出した。その情熱が上官に認められ、彼は黒人として初めてニュージャージー州にある潜水士養成所への入所が認められた。その養成所の教官として赴任していたビリーは、 カールたち候補生に猛特訓を課す。実在のカール・ブラシアとブラシア役のキューバ・グッディング・ジュニア、カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。